皆さんこんにちは。前回と2020年度の京大理学部特色入試数学の解説をしてきました。今回もその続きで第3問です。正式をテーマにした証明問題2つになっています。今回扱う第3問は2020年度の4問セットの中で多分1番目に難しいかな、あるいは2番目に難しいか、相当ハードな問題になっています。まあ、ただでさえ特色入試はね、難易度が日本のトップレベルだと思うんですけども、その中でもさらに難しい方である今回の問題、どれぐらいの難しさなのか見ていきましょう。さて、まずは問題の紹介です。こんな感じの問題でした。ドン。整数 kn は0小なりイコール k 小なり n を満たすとする。以下の設問に答えようということで、1番、 fx が x の n 乗、 gx が x の k 乗とする。1小なりイコール x 小なり y に対して次の不等式が成り立つことを示せということで、 fx-fy 分の gx-gy、 その絶対値が x 分の1で上から抑えられるよという式になっています。これを証明するわけですね。続いて2番、 fxgx を次数係数の整式で fx の次数を n とし、 gx の次数を k 以下とする。 f の x0 が整数となるすべての次数 x0 に対して gx0 も整数となるとき、 gx は x によらず一定の整数値を取ることを示せという問題になっています。もちろん1番の結果を使って2番の証明をしていくんですが、まずはとにかく1番の証明からやっていきましょう。さあ、というわけで1番からやっていきましょう。示すべき式は何なのかっていうと、今下に出てると思いますけども、 fx と fy の差、つまり fx-fy、 まあ絶対値はともかくこれと、あと g についての gx-gy、 この差ですね、差の大きさの比になってるわけです。これを x 分の1で上から押さえたいと。でそもそも今回のような不等式が成り立つ、まあ、まだ証明してないですけども、成り立つ背景としては、この fx と gx の次数の差が重要だったわけです。fx は今 x の n 乗と具体的に与えられてて、また gx も x の k 乗というふうに与えられています。ただし、k と n には、k が0以上の整数であって、n は k よりも大きい整数だという縛りがあったわけですね。これらは一応まあ整数ではあるわけですが、代償関係があると。この代償関係が重要なんです。だから例えば fx を x の3乗だとしたら、 gx は x の2乗とか、あるいは x の1乗、あるいは x の0乗、つまり定数関数1とかがあり得るわけです。じゃあ例えば今こっちを x の3乗、こっちを x の2乗として両者のグラフを書いてみたいと思います。さあ、とりあえず座標平面を用意しました。縦軸を z にしてるのは、まあここで y 使っちゃってるからで、あまり深い意味はないです。別に y って書いてからといって何かまずいことが起きるわけでもないし、まあそもそもこれはただのお絵かきなんでね。で、じゃあまず gx、 つまり z イコール x2 乗のグラフを書いてみると、まあ、例えばこんな感じになります。あくまで大体の形ですよ。じゃあ次 z イコール x の3乗というグラフを書いてみるとどうなるかっていうと、今度は x が負の時 z の値も負なので、大体ここから近づいてきて、で原点を取る、これは一緒ですね。その後第一象限に入るんですが、大体こんな感じの変化をします。でこれが z イコール x3 乗です。今で言う fx ですね。今新しく変えたこの曲線が z イコール x3 乗、あるいはまあ z イコール fx なわけですね。で、これら2つのグラフっていうのは、まあ原点とかこの x が負の領域を置いといて、このある一点で交わります。この点何なのかっていうと、これがですね、まさに11なんですね。 x が0と1の間では x2 乗の方が x3 乗よりも大きいんですけども、この11っていうのを境目にして代償関係が逆転します。すなわち x が1より大きければ、 x の2乗よりも x の3乗の方が大きくなってるってことが目視でも確認できますね。で、まあこの理由は至って単純で、 x の3乗っていうのは x の2乗にさらに x かけたものですから、x が1より大きければ、言ってみれば1より大きいものをかけるわけなんで、それはもちろんこっちの方がでかくなるというだけの話です。で、単に x3 乗の方がでかくなるだけじゃなくて、 x の値をどん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 でかくすれば、 x の3乗っていうのが x の2乗に比べて何倍でも大きくなることができますよね。例えばこっちをこっちの100倍にしたいと思ったら、 x を100より大きくすればいいんです。あるいは1万倍にしたいと思ったら、 x を1万より大きくすれば、これはこの1万倍よりも大きくなるわけですね。なんとか倍以上にしたいというこの基準を与えたら、それに応じてこれをこのなんとか倍にしたいという要望の値を言ったら、それに対して、じゃあ x はこれより大きくすればいいですねっていう値が返ってきて、 x がその値より大きければ確かにこれのなんとか倍より大きくなってるというふうな言い方ができるわけです。まあとにかく何を言いたいのかっていうと、 x が1より大きくなればなるほど fx っていうのは gx よりずっと大きくなるわけです。で、それが単に fx 自身とか gx 自身だけじゃなくて、その fx-fy、gx-gy っていうような異なる xy における関数の差についても言えるよっていうことを言いたいんです。すなわち、gx-gy よりも fx-fy の方がずっとでかい、ずっとの意味は、言ってみれば x の次元レベルで違うよっていうことを言いたいんです。それがまさに今回証明せよと言われているこの左下の不等式になっているわけですね。
だから定数とかじゃなくて x 分の1というふうに x の次元で押さえてるわけです。なんとなく括弧1番の気持ちは分かりましたかね。次数がでかいから x が1より大きくなればなるほどもう次元レベルで違うという話です。で、今のはあくまでこの不等式が成り立つよっていうのを気持ちで理解しただけであって、そもそも証明をしようともしていませんでした。括弧1番ではこの不等式が成り立つよってことを証明せよと言われているので、ここからちゃんと証明に入っていきます。さて、以下の議論はですね、 k が0の場合とそうじゃない場合で微妙に変わっていきます。k が0だと、そもそも gx っていうのが、まあ、x の0乗、つまり定数関数になっちゃうので、ちょっと話が変わっちゃうんですね。なので、これだけ別途扱います。ただ、まあ、k が0の時は、めんどくさくはありません。k が0だとすると、まあ、今、x と y、これはまあ、1以上でどっちも正なわけですが、これらっていうのは、結局0乗されて1になります。とすると、この左辺の分子、gx-gy っていうのは0になりますよね。分子が0であって、分母の fx-fy っていうのは0ではありません。まあ0じゃないっていうのはわざわざ厳密な証明をする必要はないでしょう。だから、結局、左辺の値が0になって、そもそも0なわけで、x 分の1は正なので、この不等式は確かに成り立ってますねというわけですね。まあこんなもんね、チェックするまでもないかもしれませんが、k が0の場合は、k が正の場合とちょっと形式が違うので、別途扱ったわけです。さあ、では次、k が1以上の時です。まあ1以上といっても1以上 n より小さい、つまり n-1 以下なわけですが、まあそれはともかく不等式の左辺を次のように変形していきます。さて、左辺の式をまんま書くとこうで、 fx と gx は関数としての具体形が与えられているので、それを使って書き換えてあげると、 g の x っていうのは x の形状で、 g の y っていうのは y の形状、そして分母に来るのは x の n 乗引く y の n 乗というふうになるわけですね。で、今分母も分子も x の何とか乗引く y の何とか乗となっていますけども、 x と y には大小関係があって y の方がでかいわけですから、結局これっていうのは絶対値記号を外して、でしかも分母も分子も正になるように書き換えてあげると、 y の形乗引く x の形乗でオーバー y の n 乗引く x の n 乗というふうになるわけですね。これの評価をしていけばいいということになります。で、括弧1番はここがちょっと山場で、これが厳密に x 分の1よりちっちゃいっていうのをどうやって証明するか、ここで頭を使います。まあ感覚的には当たり前なんですけど、論理的に厳密に評価するにはどうしたらいいかってことですね。で、今回はこの分母も分子も一回因数分解してみます。というのも、今 k とか n っていうのはどちらも正の整数ですよね。今 k1 以上なんで。とすると、例えばこれまで数学1とかで習ってきたと思いますが、 y の2乗引く x の2乗なんていうのは、これはy-x かけることの y たす x というふうに因数分解できますし、あるいは y の3乗引く x の3乗っていうのは、これも3乗の因数分解の公式というものがあって、 y の2乗たす yx たす x2 乗と、こういうふうになるんでした。で、あともう一個だけ続けてみると、例えば y の4乗引く x の4乗っていうのは、まず2乗引く2乗の因数分解してみると、 y の2乗引く x2 乗の y の2乗足す x2 乗なわけですが、 y の2乗引く x2 乗、これが2乗引く2乗だから、 y 引く x の y 足す x の y2 乗足す x2 乗というふうに分解することができるわけです。で、ここまで来ると、まあね、もう感づいてる人もほとんどだと思いますけども、ここに y 引く x っていうのがあって、ここにも y 引く x っていうのがあって、あと最終的にここにも y 引く x というものがあるということで、結局この何とか乗引く何とか乗っていうのは、指数が正の整数でありさえすれば y 引く x っていうのが絶対現れるんじゃないかってことが予想できます。まあ、あの予想というかね、ほとんど当たり前だし、これについては証明いらないでしょう。で、結局因数分解した形どうなるかっていうと、一般的に y の n 乗引く x の n 乗っていうのは y 引く x でくくることができて、残りは因数分解をできるかもしれないけど、とりあえずこれだけくくった形を書いておくと、 y の n-1 乗で足すことの y の n-2 乗 x 足すことのというふうに x がどんどん増えていって、で、あとは yx の n-2 乗足すことの x の n-1 乗と、こんな感じになるわけです。まあこれはさすがにですね、なんか例えば機能法か何か使って証明する必要はないと思います。で、今この式は何も指数が n の時に限らず k にすり替えても成り立つわけですから、分母も分子も結局この形で因数分解できる。で、この y-x っていうのは n とか k によらないので、共通して分母分子にあるから割り算できる。残るはこの x と y のたくさんの掛け算と足し算なわけです。で、その代償を評価しようというわけなんですね。まあこうすると最終的に評価しやすくなる理由っていうのは説明難しいんですけども、引き算じゃなくて足し算の形にすることで、なんか例えば項を切り落とすとちっちゃくなるとか、項を足すとでかくなるとか、そういった評価をしやすくなるっていう意味もあります。さあ、というわけで今の式を使ってこの分数式ですね、これを因数分解してみましょう。まず分子からやっていくと、 y-x っていうのがちゃんと入って、あとは
y の k 引く1乗、そこから y の指数が減って x の指数が増えてっていうのを繰り返して、でやがて y は1個だけになって x が k 引く2個、そして最後は x だけで k 引く1個というふうになるわけですね。で次、分母はどうなるかっていうと一緒ですね。 k を n に変えるだけです。だから y 引く x で、でまずは y の n 引く1乗から始まって、 y の指数が1個減って x が増えてっていうのを繰り返して、y の x の n 引く2乗で、最後は x の n 引く1乗と、こんな感じになるわけです。でさっき述べた通り y 引く x っていうのは0ではないので割り算することができる約分ですね。というわけでこれらが残ることになります。で以下これが、つまりこれって元々のこれと今は厳密に等しいわけですから、これが x 分の1よりちっちゃいってことを言いたいんですね。ただ今これらは分母も分子もちょっとめんどくさい形をしているので、何か文字で置いちゃいましょう。どうしようかな。分母をじゃあ p として、分子をじゃあ q とでも置きましょう。で今 p 分の q が x 分の1よりちっちゃいよっていうことを示します。ということはこの q を x 倍しても p に届かないよっていうことを言えばいいっていうことになりますね。で例えばじゃあですね、 n を4にして k を3とかにしてみると、分子が y の2乗足す yx 足す x 2乗とかになって、で分母が y の3乗足すことの y2 乗 x 足すことの yx 2乗足す x 3乗というふうになる。で分母が分子の x 倍よりもでかくなっていればいいわけですが、こうやって具体的に書き出してみるとちょっとイメージしやすいんじゃないですかね。例えば今ここのじゃあ波線 y2 乗から x 2乗まで、ここを今 x 倍してみるとどうなるかっていうと、 y の2乗が y の2乗 xyx が yx2 乗、x2 乗が x3 乗というふうに、ちょうどですね、この分母の末尾に来るんです、これが。x 倍したものがね。で、頭にはちゃんと余り物があるわけです。ということは、この余り物の分だけ、この x 倍よりでかいわけですから、ちゃんとこの分数式っていうのは x 分の1よりちっちゃいよねってことが言えるということになります。イメージ的にはこんな感じ。まあ、一般的に文字で書かれると分かりにくいかもしれませんし、まあ、こうやって指数も文字で書いちゃうと、なんか個数の違いが見えにくくなっちゃうんですが、具体的な n と k で実験してみると、あ、これを、じゃあ xy すればこれになるんだっていうふうに思えて、で、余り物があるから、あ、不等号成り立つねっていうふうに考えられるわけです。なので、あとは記述でちゃんと厳密にこの考え方を再現してあげましょう。今やりたいのは何なのかっていうと、この分子の q、これを x 倍しても、p の一部にしかならないよってことを言いたいんです。だから、この p っていうのを q の x 倍とそうじゃない部分に分けます。結局この y ばっかりの項っていうのは q の x 倍に無関係なわけですから、まずそれを書いておく。y の n 引く1乗足す、y の n 引く2乗 x で足すことの点点点で足す。そして、q の x 倍にギリ入らないのはどこかっていうと、これを x 倍したものよりも y が1個多いものなわけですから、結局、y の形状の x の何乗だ ?n 引く k 引く1かなっていうふうになります。で、この次の項、つまり、y の k 引く1乗の x の n 引く k 乗、ここから、この分子の x 倍の要素が入ってくるわけです。ただ、注意点が1個だけあって、さっきは、板書した例は、k が3で n イコール4でしたね。なので、ここの3と4の差が1だったから、q を x 倍すれば、分母の要素になってくれたんです。しかし今見てみると、この y の k 引く1乗に対応するこの分母の項っていうのは y の k 引く1乗の x の n 引く k 乗っていう風になってますよね。さっきはこれが x の1乗だったから x 倍だったんです。だけど今回は一般的に n と k にはあくまでこういう代償関係しかないわけですから、差が1とは限らない。だからこの q を単に x 倍すればいいわけじゃなくて、厳密には x の n 引く k 乗倍すればいいんです。あれ、x の1乗じゃなくて2乗とか3乗でもいいのと思うかもしれませんが、今言いたいのは分子の x 倍よりも分母が大きいってことなんで、でしかも x は1以上ですから、指数が1次よりは大きくなる分には構わないんです。なので、さっきの実験と指数が違っちゃいますけど、別にそれは何も問題ないわけですね。で続き書いていくと、今度は y の k 引く2の x の n 引く k 足す1ですね。で、足すことのどん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 足していって、最後は何なのかっていうと、これに対応する項、この x の n 引く1乗ですね。っていう風になります。で、今この赤線引いた部分が、さっきから関心の的であった、これが q の x の n 引く k 乗倍だったわけです。今、この x っていうのは1以上であって、n 引く k っていうのが1以上の整数なんで、ここまで来ればもうだいぶ楽勝ですね。ほとんど証明完了です。ただ一応最後ちゃんと締めくくらなきゃいけないので、もう少し形式ばって書き進めると、
この Q の X の N 引く形状倍以外のあまりの項、これはまあ別に厳密にどういう式かっていうのは今あまり重要じゃないので、例えばじゃあなんか R とでも置きましょう。ただしこの R が正である、これはもちろん重要です。まあこれはいいですよね。だってこれ全部余計なマイナスの係数とかついてなくて、X も K も正の実数なんで。さあというわけで結局、この P というのは、まずなんかわかんないけど、正の余計なもの R、足すことのこれ、Q の XN 引く形状だったわけで、今言いたいのは、示したいのは何だったかっていうと、この分子の X 倍よりも分母の方がでかいよっていうことなので、とにかく XQ の形を作ればいい。だからこの R はもうどうでもよくて無視する。その代わり、イコールがつかない不等号になって、ここは X の N 引く形状っていうのが、まあ何も1以上の数なので、別に2乗とか3乗とかしなくてよくて、単に QX で下から抑えられるというわけですね。で、まあ一応細かいことですが、この QX っていうのは正であるというのも付け加えておきましょう。さあ、ということで結局、この P、P って何だったかっていうと、もともと X 分の1よりちっちゃいよってことを言いたかったこの式を散々変形したこれの分母だったわけです。で、その分母っていうのが Q の X 倍よりもでかかったって言ったんです。じゃあこの Q は何なのかっていうと、この式を散々変形した後の分子だったわけです。ということは、結局、これ、つまり P と Q を使って書くと、P 分のQ というものはここまでの結果から分母を下から QX で評価してるので分数全体としては上からの評価になって QX 分の Q つまり X 分の1という風になって結局この式これが X 分の1よりちっちゃいよということが言えたわけですね。 K が1以上の場合でもちゃんとこれが成り立っているというわけです。ということで結局今 K というのは0以上 N 未満の整数だったわけですけども、 K が0の時もそうじゃない時つまり正の時であってもちゃんとこれが成り立つということが言えたので、この2つの場合分けよりまあ結局ちゃんと言いたいことが言えたというわけです。はい、というわけで以上が括弧1番でした。まあこれはそんなに難しくありませんね。やってきたことを振り返ってみると、示したいのはこれが X 分の1より小さいよっていうことだったわけなんですが、評価の仕方がちょっと難しいのでちょっと工夫してですね、分母も分子も因数分解して約分することにしました。約分した結果こういうたくさんの掛け算足し算の形になって、分母と分子の大小を比較した、まあ実験することによって Q を X 倍すると P の一部になってくれるということが分かった、あるいは P の一部の X の指数だけが違う形になったので、この P っていうのをこの2つに分解して余計な余りもの、そして足すことのここですね、これ何なのかっていうと、ちょうど分子の X の N 引く形状倍ということだったので、結局 P っていうのはこうかけて、それは QX よりはでかいよねということが言えるわけですね。で、QX よりでかいということは、今のこの式つまり P 分の Q っていうのは QX 分の Q つまり X 分の1で上から抑えられるということが言えて、まあ K が0の場合と合わせて証明完了となったわけです。まあ、ちなみにN が1の時この項なくないですかとかそういうとこ気づいた人は鋭いんですけども、 N が1の時は K がそもそも絶対0になっちゃうのでこっちが該当します。なので K が正ってことは N が2以上ってことが担保されてて、したがってこれらの項もこれらの項もちゃんと1つ以上存在してるってことが言えるのでそれは大丈夫です。はい、というわけで以上が括弧1番です。まあここまではある意味簡単で、ここから先が大変ですね。では括弧2番に行きましょう。さあというわけでいよいよ難しい括弧2番やっていきます。括弧1番で示したことはまとめておきましたが、それは1回置いといて、括弧2番で証明したいことが何なのかっていうのを確認します。今、fx と gx っていう2つの性質があって、fx は n 次、そして gx は、まあ、さっきと微妙に違って k 次以下だというふうに決まっています。で、この k というのは n よりは小さい、0以上の整数だったわけですね。で、fx が整数になるような全ての x0 に対して gx0 も整数になるっていうことが分かっています。だから例えばですね、今 fx っていうのを、じゃあ今 x の2乗というふうにしましょう。n を2としてるわけですね。fx が整数になるような x っていうのはたくさんあって、したがって x0 の例としては、例えば x を0にするっていう手はありますよね。だって0の2乗って整数ですもんね。で、あるいはプラスマイナス1なんていうのもあるし、プラスマイナス2というものもあるし、プラスマイナスのルート2とか、あるいはプラスマイナスルート7とか、こんな無理数だと別に全然いいわけです。とにかく2乗して整数になればいいので。fx が整数となる全ての x0 に対してっていうのが重要なんです。例えば、一部だけ、じゃあこの x0 が0プラマイ1プラマイ2だけに限定したら、例えば gx という関数を単に x を返すものと定義すれば、だってそもそも x0 自体を整数に限定してるわけですから、それはもちろん返ってくる値も整数ですよね。だから x0 を一部に絞っちゃえばこんなもん簡単に作れるんです。ですが fx0 が整数となるような全ての x0 について、つまりずっとたくさんあるこれら全部について、
G の X0 も整数になったっていうのが重要で、その条件を課すと、言ってみれば条件が無限個加わるわけなんですが、それに押しつぶされてしまって結局 GX っていうのは定数関数、整数の定数関数になっちゃうんだよ、というのが最終的に出てくる結論であって、今の話を聞くと、なんとなくこの結論自体は、まあ当たり前というか、それはそうだなというふうに思えると思います。ただしこれをですね、論理的にちゃんと証明するっていうのが実は大変で、それをどうやって書くかっていうのが括弧2番で力を見せるところです。でですね、今、括弧1番で示したことをここに書いておきました。これはもちろん使っていくわけなんですね。括弧2番では、括弧1番と違って、まず第一に fx と gx は単項式に限定されていません。一般的に多項式になっている。そしてさらにこの gx というのは k 次ではなくて k 次以下となっています。しかし、今ですよ、この括弧1番で出てきたこの不等式と似たようなものというか、同じ形のものが、うまい x と y の範囲を選べば、成り立つというふうに仮定します。だから、今とりあえず頭の中で、もちろんこれ仮定なんで証明しなきゃいけないんですが、それは一回置いといて、まあなんか x っていうのがある値より大きくて、y もそれより大きければ、これと同じ式、つまり、これが成り立つというふうに言えたとしましょう。この関係式がどういう範囲で使えるのか現時点ではわかんない。だけども、fx と gx の具体的な関数形に応じて決まる、ある正の数なんとかっていうものがあって、これよりも x がでかくて、さらにそれよりも y がでかければ、これが成り立つというふうに仮定します。これは何だか知りませんけど。で、そしたらですね、以下次のような議論ができます。今例として、じゃあ fx をすごくシンプルな、さっきと一緒で x2 乗というふうにしましょう。で、この値なんだか知らないって言いましたけど、例えばじゃあこの値よりも、じゃあ例えばルート2の方が大きいというふうにします。で、今この条件下で2乗すると整数になるようなもの、つまり x0 の例として、例えばじゃあルート2とルート3を取ることにしましょう。で、そうするとこの関係式、成り立っていると仮定しているこの関係式に x イコールルート2、y イコールルート3を代入することができて、その結果何が起きるか考えてみましょう。単純にまず代入してあげると、 g のルート2引くことの g のルート3で、オーバー f のルート2で引くことの f のルート3というものがあって、これが x 分の1、つまりルート2分の1よりちっちゃいとなるわけなんですけども、今 f のルート2っていうのは2乗して2になります。そして f のルート3っていうのは2乗して3になります。引き算しているので、まあ、絶対値記号も含めると分母1になるので、それは消えてくれますね。無視しちゃっていいわけです。とすると結局 g のルート2引くことの g のルート3というものも絶対値、これがルート2分の1より小さいというふうになるわけです。ですが、よく考えてみてください。今fx が整数になるような全ての x に対して gx も整数だと言っていますね。なので、この g のルート2というものは整数なんです。同じことは g のルート3に対しても言えます。なので、結局ある整数とある整数の差がルート2分の1より小さいんです。まあ、さらに強調して書くと、このルート2分の1っていうのは1より小さいですね。なので、整数同士の差の絶対値が1より小さいということから、結局何が言えるかっていうと、G のルート2イコール G のルート3というのが言えてしまうんです。これが大事、これ解乗じゃなくてただこう成り立つよということなんですけど、結局この類型のこういう関係式が今括弧2番で成り立つよということが言えたとしたら、ある程度でかい X、 そしてそれより大きい Y の組で F が整数になるようなものを用意してあげれば、それらを代入することによって分子の整数同士の差の絶対値が1より小さい何かになってくるんです。で、整数というのは引き算に関して閉じていて、もちろん整数同士の引き算の結果は整数ですから、その絶対値が1より小さいということは、もうそれは0しかありえないんですね。で、0しかありえないということは、その2つの xy について g の値は等しくなっているということが言えるんです。で、よく考えてみてほしいんですけど、今ね、x イコールルート 2y イコールルート3として代入しましたけども、こういうふうな2つの x について、あるいはまあ x と y について g の値が等しくなるよっていう結果を導くための x と y の組っていうのは何もこれ以外にもいくらでも取れるんです。例えば、一番最初はね、今はルート2とルート3としましたけど、じゃあ今度は x をルート3にして、じゃあ y を2にしましょう。ルート4にしましょう。で、そしたらその次は x を2にして y をルートの5にしましょう。で、次はルートの5とルート6、そしてルート6とルート7というふうに、どん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 ですね、まあ、別にこんな細かくこう刻んでいく必要はないんですけども、こんな風に最終的に同じ結論を迎えられる XY の組っていうのはいくらでも出せるんです。で、これって適当に上げたわけじゃなくてちゃんと意図して書いてあって、これら全ての組は FX-FY っていうのが必ず1になっています。で、これにはちゃんと意味があります。どういうことかっていうと、FX-FY が1になってくれないと、この分数の分母を無視できないので、分子の GX-GY が整数同士の差なのに絶対値が1よりちっちゃいんだよっていうことが言えなくなっちゃうんです。
っていうのは、例えば FX-FI の差が2になっちゃったとしましょう。で、今 GX-GY が例えば 1-0 だとすると、この絶対値ってこれ2分の1ですけども、これ残念ながら1よりちっちゃいのに、これ分子どっちも整数になっちゃってますよね。こういうケースを防がないといけない。だから分母は1にしなきゃいけないんです。なので、こうやって FX-FI が1になるような組をたくさん揃いました。まあとにかくですね、こうやって同じ結論を迎えられる XY の組をたくさん用意してあげると、それら全てについて GX と GY の値は等しいよねっていうことが言えるんです。で、しかも今回みたいに FX の値が2、3、3、4、4、5、5、6、6、7というふうに1個ずつこうやってはしごして繋いであげるとさらにいいことがあって、例えば今この1個目の組からちょうどここに赤で書いた通り G の ルート2イコール G のルート3っていうのが言えるわけですが、2個目のこの組から G のルート3イコール G の2っていうのが言えるんです。でまたこの3個目の組から G の2イコール G のルート5っていうのが言えるっていうふうな感じで、はしごしていくとですね、結局 F の X0 が整数となる全ての X0 についてG の X0 は整数になるだけじゃなくて、それが同じ値であるっていうことが言えるんです。で、今、これはあくまでルートの中を一個ずつ増やしてはしごしてっただけで、こんなもん無限に続けられますよね。だから、無限この異なる X0 について、この GX っていうのが同じ整数値を取るよっていうことが言えちゃうんです。GX が定数関数じゃないのに、こんな何回も何回も同じ整数取れるかっていうと、もちろんそんなことはないです。例えば、二次関数だったら、せいぜい2回しか同じ値は取れません。3次関数だったら、うまく係数調整しても3回。4次関数だったら4回というふうになっています。例えば、3次関数なのに4個以上の点で同じ値を取ることはできませんよね。まあ、それは、代数学の基本定理に反するみたいな言い方もできるでしょうし、まあ、単純にそれはもう認めちゃってもいいでしょう。まあ、とにかく、GX っていうのは、たかだか次数が K、KG 以下だと分かっているのに、無限個の異なる X0 について、それが G の X0 が同じ整数値になるということが言えてしまうわけですから、結局、GX っていうのは1次以上の整式ではなくて定数関数になるよねっていうことになるわけです。でその定数値ってのは何なのかっていうと、まさにこれらの値、これをイコール、まあ何か整数 M だとしたら GX はコンスタントに M だよねっていうことが言えるわけです。ということで今 FX を X 2乗というとても具体的な形に限定した場合の証明を書きました。これをですね、一般的な場合、つまり FX を N 字として GX を KG 以下としてやるというのが括弧2番で、これだけでも結構大変だということがわかると思います。で、しかも、実はこれまでの証明には1個まだやってないことがあって、それは何なのかっていうと、まさにこれなんです。これの証明が必要なんです。なんでかっていうと、さっき言った通り、今括弧1番では FX と GX は単項式でしたが、今括弧2番では一般的には多項式であって、で単項式の差と多項式の差は純粋に大小関係を比較できないので、もちろん括弧1番のこの論法は参考にしつつも、括弧2番では括弧2番で多項式についてこれを証明しなければいけない。でしかもこれが成り立つようなこの黒丸っていうのが何なのかっていうのもよく分かってないということなので、まずはこれが成り立つよう、つまりある正の実数があってそれよりも X が大きくてそれよりも Y が大きければ多項式 FXGX についてもこれが成り立つよっていうことを言うということから始めるわけです。ということで、ここまでだいぶ前置きが長くなりましたが、証明の概略、そして何をまずやらなければいけないのかを明確にしました。ということで、まずは、まあ、これの証明からやっていきましょう。さて、まずは、括弧1番と同様の不等式が、多項式 FXGX についても成り立つっていうことを言おうとしていたので、多項式の形ですから、係数を AI、BI と置いて、和の記号を使ってこのように書いておきました。で、今、FX は N 字だと分かっているので AN は0じゃないと。一方この BI については B の K とか B の K-1 とかが0になることはあってもいいものとします。またですね、後の証明の都合でこの FX というこの多項式の最高次の係数 AN っていうのを今回は正に限定したいと思います。まあこの正に限定しているのは後の証明の都合です。でまあこれね、負の場合を無視するのかと思うかもしれませんが、 AN が負、例えば FX がマイナスの X2 乗まあ足すなんとかみたいなものの場合であってもほとんど同じように証明することができます。まあ単にですね、この X が大きくなった時の振る舞いが変わるだけであって、まあこれによってその諸々の文字の符号とかが変わっちゃうので、今正に統一している負であってもおおむね同様の議論ができます。また実際の答案でも AN が正の場合を考えて AN が負の場合についても同様に示せるというふうに書いちゃって、おそらく減点されることはないと思います。まあさすがに断りなく勝手に正と知ったらまずいと思うんですけどもね。で、先ほども述べた通り、括弧1番の式の多項式バージョンを証明しなければいけません。で、ここでちょっと注意点があって、今 FX っていうのは、まあもちろんさっきも左上に書いた通り、
0次から N 次までの項があって係数を AI としています。で、単項式の場合を考えたのが括弧1で、この AN の X の N 乗がさっきの括弧1番に該当してるわけです。まあ今これ AN っていう係数がついてますけどね。とするとパッと見残りの N-1 次までのこの AIXY 乗というこの項はとても邪魔ですよね。まあ、ですが実際は過去2番の条件を満たす任意の FX と GX についてどうのこうのって話をしたいので、自分の都合でこれを無視するわけにはいきません。だからこの FX の式において X が十分にでかければ、この項に比べて残りの項っていうのは大した大きさじゃないよねっていうことを言いたいんです。そうすればこれに比べてこれが無視できて、最終的に過去1番と同じような式が示せるでしょっていう目論みなんです。で、実際 N 字の項が一番でかいので X を十分にでかくすれば、まあ、10より大きいか100より大きい、1万より大きい、どんな値か分かんないけども、ある十分に大きな X を取ればこれに比べてこれを例えばお目当ての割合未満、例えば 1% 未満にしたい、あるいは1万分の1未満にしたいとか、どういうオーダーも達成できるよねというふうなこと、つまりこっちをこれに対していくらでも小さくできるよねっていうのは成り立ちそうですよね。まあ、手数はかかるにしてもなんとなく証明できそうな気はしてきたと思います。で、ただ実はこの FX という式単体で ANX の N 乗に比べて残りの項が大したことないんだよ。つまりある何か定数を持ってきて X の N 乗の何とか倍で下から抑えられるんだよって証明したとしても、残念ながら過去2番では過去1番の多項式バージョンの式は証明できません。こうやって何かで抑えることはできるんです。一定の条件下 X の絶対値がある程度でかい、この一定の条件下で FX っていうのは X の N 乗の何とか倍よりはでかいよねっていうふうに評価することはできるんだけども、 FX 単体でこれを示してもダメです。なんでかっていうと、今あくまで言いたいのは FX-FY分の GX 引くことの GY で、これがどうのこうのって言いたいんです。で、結局さっきの単項式ではこれが小なり X 分の1が言えていたわけで、単項式で言えていたということはこの分母全体を単項式で評価しなければいけないんです。仮に FX 単体でこういう評価ができたとしても、結局ですよ、じゃあまあ何かこの定数を、じゃあ何か α というふうに置いて αxn 乗より大きいと評価できたとしても、結局引き算をしている以上 fx-fy っていうのを何かの単項式で上からとか下からとか挟むことってできてないですよね。例えばこれがじゃあ大なりの α の x の n 乗引く α の y の n 乗になってるかって言ったら、もちろんこんなものは成り立ってないわけです。だから fx 単体でこういう評価をするんじゃなくて、この fy も含めて fx-fy でこういう評価をしなければいけないんです。すなわちですね、今例えば、まあ、大小関係の都合で順番を入れ替えますが、分母の fy-fx、 これは左上のような文字設定によると i が0から n までの ai の y の i 乗を引くことの x の i 乗であって、これっていうのはメインの項である、つまり絶対値がでかければメインの項になるこれで足すことの残りの絶対値がでかければ雑多な項になる N-1 次までの AI の Y の I 乗引く X の I 乗というこの式に分けられるわけですが、十分絶対値がでかければこれに比べてこれは大したことないよねっていうことで、これをまあ何か定数かけることの Y の N 乗引く X の N 乗っていうふうに表現したいんです。ただしコンディションがあって、これが成り立つためにはあるコンディションがあって、これはまあ、なんだか知らないある定数よりも X が大きくて、さらにそれよりも Y が大きい時と、まあこういう制約が加わるのは別にいいんですけど、とにかくある値よりも X がでかくてそれよりも Y がでかければ、 FI-FX っていうのがこれで下から抑えられるよっていうことが言えれば、結局今考えている分数である GX-GY over FX- この FY というものは、これは上から、まあ、つまりこれ分母なんで大小関係逆になるわけですけども、結局何かの Y の N 乗引く X の N 乗で分の、そしてまああと G は X-GY というふうに評価できて、でこの GX-GY についても、あ今これ絶対値記号抜けてましたね、この GX-GY についても同じように、まあ、不等号の向きは逆でこれ小なりにしなきゃいけないんですけども、結局何かある定数のなんだ Y の形状引く X の形状、まあごめんなさい最高次 K じゃないかもしれませんが、の Y の N 乗引く X の N 乗というふうにすれば、ここまで来てようやくこの部分っていうのが括弧1の形になるので、これが小なりの出てきた何らかの係数はあるものの、これの X 分の1で上から抑えられて、
過去一番の不等式の多項式バージョンが証明できたねというふうになるわけです。だいぶ論理が難しいですけども、なので今の目先の課題は何なのかっていうと、まあとりあえず fx だけでいいんですけど、このように定義したというか文字で置いた fx というものについて、x と y がこういう関係式を満たしていれば、これ何だか知りません。これはまあ見つける必要はあるんですけど、これを満たすような任意の xy について、fy-fx というものが、下からこれで抑えられるよっていうことを示す。で、その次に、こういう gx について、今度は同様のことを示すわけですね。で、一応 f についての証明すべき式書いたので、g についても一応メモしておくと、今示したい式っていうのは g の y 引く g の x、 これが、まあ、今度さっきと分母分子逆なんで小なりになるんですけど、これっていうのが、まあ、ある何かの定数かけることの、y の形状引く x の形状、あるいは次数が k じゃない場合は最高次 k' というのをしておくとこうなるということを言いたいわけです。ただもちろん、これも、まあ、どういう xy でもいいのかっていうとそういうわけではなくて、まあ、どうしてもある条件がついてしまうわけですね。あるものより x が大きくてそれよりも y が大きいときというふうになります。まあこの2つを証明しているわけです。で、一応ですね、さらに補足をしておきます。ここまでの流れ、今後の証明の流れを見て不思議に思った人がいるかもしれません。というのも fy-fx というこの多項式の差を f の時は下から評価していて、 gy-gx の時は上から評価しています。こんな上から下からというふうに都合よく分けることはできるのかと思う人がいるかもしれません。ですが今回実はそれは可能なんです。それはなぜかというとですね、こっちの証明でもこっちの証明でも共通しているのは、この多項式の差について、この x の n 乗とか y の n 乗とかに比べたら残りの項っていうのはもう大したことないよねっていうふうな考え方が根底にあるわけですね。実際 x を十分でかく取ることによって、あるいは y を十分でかく取ることによって、例えばこれはこれよりも十分好きなだけでかくできるし、この y の n 乗はこれよりも十分好きなだけでかくできると。大事なのはこのn の項と、あと i が0から n-1 までの項のデカさの比であって、足してるかどうかとか、上からなのか下からなのかっていうのは大した問題じゃないんです。とにかく割合小さいんだよっていうことさえ言えれば、必要に応じてそれを足したり引いたりすることによって下から評価したり上から評価したりできると。で、実際 f の場合は引いて下から、g の場合は足して上からっていう評価の仕方をしていきます。ということで、これからいよいよようやくですね、本番、括弧2番の記述に入っていきます。まずは、ある十分にでかい xy についてこれが成り立つということの証明です。さて、ということで、さっき証明したいと言ったものの関数 f の方を書いてみました。補題としてね。今、an っていうのは正としてるわけですが、それよりは小さい、まあ、つまり下から評価したいので、それよりはちっちゃいだけど正のある実数 a というものを取ります。この a というものは、僕たちが好きなように取ってきているです。だから、例えば、fx というのが、x の2乗足す x 足す3、つまり、a の n、今で言う a の2っていうのが1だとしたら、例えば a の例として、まあ、0.5 とかでもいいし、あるいは 0.1 とか控えめでもいいし、あるいは、まあなんだ、0.9 みたいに攻めてもいいわけですね。とにかくこの a というものは好きなように選んでいい、僕たちが。で、このように取ってきた a に対して、まあ a に依存するっていう意味で ca としてるんですが、ある正の実数 ca というものが存在して、ca よりも x が大きくて、さらにそれよりも y がでかいならば、fy-fx というこの関数の差、分母にあったものっていうのは、さっきの括弧1の分母の a 倍で下から抑えられるよということ、これを証明します。a という値は自分で好きなように取ってきている。で、それに応じて、ある正次数 ca というものがあって、x と y がそれよりでかければ、かつ y の方がでかければ、これが成り立つということですね。さあ、そのためには、具体的にまあ ca を与えるのが一番なわけなんですが、証明やっていきましょう。さあ、まずですね、さっきから考えていた、f の y-f の x、 これを和の記号を使って書いてあげると、最もシンプルには i が0から n までの ai の y の i 乗を引くことの x の i 乗、それは当たり前ですよね。で、次、これっていうのは、まあ、さっき似たような式書きましたが、一番主要項と思われる i イコール n の項とそれ以外の項に分離して書くことができます。まあ、これは和の記号の一部を外に出しただけであって、何かすごい操作をしているわけではありません。残りはやっぱりこの項だけども i の範囲が一つ減っているということになりますね。さあ、それで今回の目標はとにかくこの一番でかい n 乗の項の定数倍で下から抑えるっていうことなので、ある程度ですね、こう正の定数で抑えられさえすればざっくばらんな評価でもいいわけです。そこでこの和というものを、ここまでは厳密にイコールだったわけですが、これを次のように評価します。下からどうするのかっていうと、まず一番最初の y の n 乗引く x の n 乗の項、これはキープして、そして
引き算にしてどうするのかというと、範囲は i が0から n-1 で一緒なのですが、それぞれの係数の絶対値の y の i 乗引く x の i 乗というふうにするんですね。今どういう y に対してもこの y の i 乗引く x の i 乗、これは正ですよね。なんでかっていうと y の方がでかいとしているので、明記してはいないですけど、 x と y っていうのはとりあえずこれを満たしているものとしています。そうするとこの項っていうのは0より大きい。だからこの係数だけ絶対値つけてマイナスにしてあげればちゃんと下から抑えられはするわけですね。でですね、今度じゃあこれを y の n 乗引く x の n 乗に揃えなきゃいけないんですけど、実はここでですね、括弧1番が使えるんです。まず使った結果を書きます。そうすると、一番最初の形はキープしてるのでもちろん変わらず、で引くことの、ここまでは一緒なんですけど、これをですね、この y の i 乗引く x の i 乗っていうのを y の n 乗引くことの x の n 乗でオーバー x というふうに評価することができます。なんでかっていうと、理由をですね、一番端的に述べると、括弧1より、さっきの PQR っていう記号がここで出てくるんですけども、P っていうのが X キーより大きいと。だから、こっからこっちに評価できるよっていうんですね。で、そもそも P と Q って何だったかっていうと、まず P というのは、これは Y の N-1 乗足すことの Y の N-2 乗 X 足すことの点点点足すことの Y の X の N-2 乗足すことの X の N-1 乗であり、Q というのはこの N を K に変えたもの、 K-1 乗足すことの Y の K-2 乗 X 足す点点点の YX の K-2 乗で足すことの X の K-1 乗だったわけですね。で、この P の一部が Q の X 倍よりもでかいって話をしていました。詳しくはね、さっきの括弧1番の証明の過程を見てほしいんですけども、どういう顛末だったかっていうと、結局 P というのは何か正のもの R 足すことの DX の N-K 乗をかけることの Q であって、で特に X の Q とこれよりもでかかったということで、これはこっちよりもでかいということから、で結局ここから P というのが X キーよりでかいということが言えて、でさらにその両辺に Y-X をかけてあげることで X かけるで Y-X の Q というふうになって、でこの Y-X の P というものはこれは y の n 乗引く x の n 乗であって、この y 引く x の q というのは、これは y の k 乗引く x の k 乗というふうになって、両辺この x を割ってあげれば、この大小関係というか、これよりもこっちの方がでかいんだよということが言えます。指数は i だろうが k だろうが変わらないんでね。でかいものを引いてるから、こっちの方がちっちゃくなるという理屈です。ここまで大丈夫でしょうか。とにかくこの和っていうのはこれででかく評価できるので、不等号としてはさらにちっちゃくなる。で、今は y の n 乗引く x の n 乗のなんとか倍というふうに無理やりしたいので、試験形を進めてあげると、an ので y の n 乗引く x の n 乗というものがあって、でさらに、よく見てみるとこれね、i によらない定数ですから、x 分の1ので y の n 乗引く x の n 乗、そして i が0から n-1 までの各係数の絶対値と。いう風になります。で、今とにかく y の n 乗引く x の n 乗の定数倍、正の定数倍で下から押さえたいわけですから、その方針にのっとって試験形を続けると、一番最初の、この項はもちろん変わらないんですが、この引き算している項にもろ y の n 乗引く x の n 乗っていうのがありますし、これは i によらない定数です。あとこの x 分のっていうのも i によらない定数なんで、和の記号の外に出すことができて、結局 x 分の1のこの係数の絶対値の和というものがあって、これのy の n 乗引く x の n 乗という風になるわけです。ここまで来ると、もうこの n 乗引く n 乗の形が共通しているので、これで抑えられそうだという気持ちになりますね。ということで、試験形を続けてあげると、an 引く、で、x 分の1の、i が0から n-1 までの、この係数絶対値の和でかけることの、y の n 乗引く x の n 乗と。こういう風になります。つまり、これはもともと fy 引く fx だったわけなんですけども、fy 引く fx っていうのが結局 y の n 乗引く x の n 乗のこれ倍よりはでかいよねというふうに評価できたわけです。で、これで終わりかと思いきや、残念ながらそうではありません。というのも、ここに x って入っちゃってますよね。なので、これちゃんと x とか y に関係ない定数になってないんです。とにかく今は、この ay の y の n 乗引く x の n 乗で下から押さえるっていうのが目的だった。だけどもここに x が入ってる。さてどうしようと思うわけです。一見困ったかのように見えますが、実はこれは解決可能です。というのもですね、今 x は1以上としてるので、x 分の1っていうのは一番でかい場合で1になっちゃう可能性があって、この残りの係数はこれらを加味すると、
AN からでかく引かれちゃって、このラージ A よりもちっちゃくなっちゃうっていう可能性があるわけです。だけど、この X の最低値、今1以上としているものをどんどん引き上げてでかくしてあげれば、この係数の絶対値の和というものをいくらでも薄めることができますよね。例えば X を1以上だとすると、ここの係数は一番でかくて1になっちゃう場合があります。ですが、例えば X を100以上というふうに書いてあげると、X 分の1っていうのはどんなに大きくてもせいぜい100分の1にしかなりません。つまり、ある多項式 FX っていうのが与えられたとして、まあこればっかりはもうね、僕たちは自由にいじれるわけじゃないんですけども、FX という多項式が与えられたら、その値に応じて、つまり、ある多項式 FX っていうものが与えられた時に、まあこの多項式は僕たちの希望次第で変えることはできないわけですけども、その多項式の N 字より小さい項の係数の和、で係数の絶対値の和に応じてこれがでかくなっちゃったら、まあそれに対応して、まあ X はじゃあ例えば100以上にしてあげましょう、あるいはこっちが予想以上にでかいから1000以上とか1万以上にしましょうというふうにうまく調整することによって、その範囲内での X の値によらず、ここの括弧の中っていうのをある正の実数 A 以上というか A よりでかくすることができるんです。そうすれば最終的にこの式成り立ちますよね。だから X が入っちゃってるどうしようではなくて、この全体がラージ A よりもでかくなるように、それだけ十分でかい X を取ってあげようってわけなんです。まあ言葉で説明するだけだと分かりにくいかもしれないので、具体的に X をこれより大きくすればいいんだよっていうのを書いておくと、これがラージ A よりも大きくなるようなうまいこの CA、 まあそのためにこの CA っていうのがあるんですけども、この CA っていうのは例えばこういう風に取ればいいんです。 AN 引くラージ A 分の1ので0時から N 引く1時までの係数の絶対値はと1の最大値と、こういう風に取ればいいんですね。まあこの1とっていうのがあるのは、まあ、この前提を成立させるためなんですけども、例えば CA としてこうやって取ればいいんです。なんでかっていうと、こうやって与えられた CA よりも X が大きくて、さらにそれよりも Y が大きければ、この懸案だった X が入っちゃってる係数というか、まあもはや係数とは呼べないわけですけども、でこれをどうやって下から評価するのかっていうと、今 CA というのはこれとこれの小さくない方、最大値の方で、少なくともこれ以上なわけですから、これっていうのは AN 引くことので、まずこれの逆数ですね。 AN 引くでラージ A でオーバーさっきの I イコールでした0の N 引く1の何なのかっていうと、係数はでかけることのここの係数ですね、i イコール0から n 引く1までのこの係数の絶対値というふうになって、でこれ計算するとぴったりこれラージ A になってくれます。というか、まあぴったりラージ A になるようにこの CA っていうのを具体的に与えたわけなんですけど、ちゃんとこの係数っていうのが A よりも大きくなってくれて、この A というのはまあ正の実数だったわけですから、元をたどってこの式のここの係数っていうのがラージ A よりも大きくなってくれた、つまりこの fy-fx っていうのがラージ A の y の n 乗-x の n 乗よりもでかくなったということが言えるわけです。ただし fx を多項式の形、つまり一般的な形にしていたので、この1以上であれば絶対いいよっていうわけではなくて、まあ残念ながらある制約が加わっている。その制約っていうのは x と y っていうのがこれよりはでかくなきゃいけないよというものでした。まあこっちよりもこっち1の方がでかければ、まあ言ってみれば万事解決なんですけども、一般的にはそうはいかず、こういう値を導入しなければいけなかったというわけです。ということでこれで補題が証明できたことになります。まあ最後のあたりがちょっと山場でしたけども、 y の n 乗引く x の n 乗の係数、まあさっきも言った通りこれ x 入っちゃってるので厳密に係数とは言えないわけですけども、これっていうのが、この部分っていうのがラージ A よりも大きければ、これ小なりラージ A の y の n 乗引く x の n 乗、つまりこれが言えるというわけなんですね。さあということで、ここまででこの FX についてのこの補題が証明できました。何が与えられるもの、いじれないもので、何はまあ変わってもいいもので、何はまあ変わってもいいけど定数のものなのかとか、そういった区別をしっかりしましょう。今回は FX という多項式は自分で選ぶことは残念ながらできません。 GX についても同様です。だからこうやって一般的に文字で置いたわけですね。で一方、例えばこの fy-fx っていうのがある y の n 乗引く x の n 乗の何とか倍よりはでかいんだよっていう、この何とか倍、この a っていうのは正実数でありさえすれば自分で選べるわけです。そしてこの関係式が成り立つための条件である x と y がある値より大きくなきゃいけないよっていう、そのある値も定数でありさえすれば、それは自分で決めちゃっていいわけです。というか、まあ自分で与えればいいわけですね。ただもちろんこのある値っていうのは fx というこの関数の具体形、より詳しく言えば
FX の各時数の係数によって変わるわけです。またもちろんどれだけ厳しく評価するかっていうこのラージ A の値によっても変化することでしょう。まあ、この辺の証明はもういかにもね、ちょっとこう大学の教養レベルの数学という感じで、あまり高校だと習わないかもしれませんが、大学に入ってからも数学をね、それなりに勉強していく人なんかは、こういった説明ちゃんと理解できるようにしておきましょう。とても難しいですけどね。まあ、ちなみに最後の証明の締めくくりは、本当はね、この部分っていうのがラージ A よりもでかいから、最終的にこの式、小なり y の n 乗引く x n 乗の a 倍なので、fy 引く fx が、これよりもでかいよねっていうことをちゃんと記述すべきなんですが、スペースの都合で省略します。まあ別にね、ここまでちゃんと証明できたら丁寧に書かなかったから大減点ってことはないと思いますが、というわけで以上が FX に関する補題の証明でした。で、今度は GX についても同様の補題を証明しなければいけません。ただし同様にしてっていうふうに言うのはちょっと雑です。というのも FX と GX は評価している向きが違うから、さっきの補題1では FX っていうのは、今の補題1ではこの差はこれよりもでかいよねって言ってたわけなんですけども、今度 GX については分母じゃなくて分子なので、あるものよりも小さいよねと言いたい。で、さすがにですね、不等号の向きが違うものを同様にというふうに処理することは難しいと思うので、ちょっと我慢して GX の方の補題も別途立てて証明をしていきましょう。さあ、そもそも G についてこの補題1と同じような補題を立てるとどうなるのかってことなんですけども、この A なんとかを B なんとかにすり替えてあげればいいんですが、注意点が2個あります。まず第一に、今正式 GX っていうのはたかだか K 字としか言われていないので、こうやって0から K までの和を取りましたけど、もしかしたら BK というものは0かもしれませんよね。 K 字以下としか言われていないので。そしてさらに、じゃあ例えば一番でかい次数の係数が B の K' だったとしましょう。だからこれは K かもしれないし、 K-1 とかかもしれないです。で、これが最高次なんで0ではないんですけども、0じゃなかったとしても正なの負なのっていう問題があります。別に今は F と違って最高次の係数は正と仮定しているわけではないので、どっちの場合もあり得るわけですね。なので F の場合と違って G の場合については絶対値をつけて議論する必要があるんです。まあ、ここら辺に注意して新しく補題を立てると次のようになります。さて、GX についての補題を立てるとこんな感じになります。まあ、あくまでこれは一例ですが、GX の最高次の係数、これが BK とは限らないので、BK' としました。で、もちろんこれはぴったり BK でもいいわけなんですけど、B の K-1 とかの可能性もあります。だから、K' の値で言うと、これは、まあ、最悪の場合というか、全然もう、X の項がない場合は、定数だから0になるわけなんですけども、あるいは1、2と点々点、いろんな可能性があって、一番でかい場合は K であると。こういうわけですね。0以上 K 以下の整数。で、今、最高次の係数を BK' として、BK' が B よりも小さいというふうになるような正の次数 B というものを取ってきます。で、この時に、さっきと一緒です。ある B に対応した正の次数 CB というものが存在して、X が CB よりでかい、そして Y が X よりでかいという状況ならば、これが成り立つ。で、さっきと違って、不等号の向き逆になっています。さっきはどういう式だったかっていうと、F の Y-F の X。まあ、さっきはね、絶対値記号自体はなかったんで、まあ、それ省略しましょうか。そうすると、これっていうのが、ラージ A かけることの Y の N 乗引く X の N 乗というふうになっていましたね。不等号の向きが逆になっています。で、なんで逆向きになってるかっていうと、さっきから書いているこの分数式。Fy 引く Fx、そして、それ分の AG の Y 引く G の X というこの式を、全体の絶対値を上から評価したいからなんですね。まあ、これ絶対値も込みで考えると正の数分の正の数になっていますよね。で、分母をちっちゃく評価すれば上から抑えられる、分子をでっかく評価すれば上から抑えられる、だから不等号の向き逆になっていると。これはさっきから繰り返し述べている通りです。で、あと2つ注意点があって、ここにイコールがついています。で、これなんでかっていうと、今ですね、最高次の係数 BK' というふうにしていますが、もし K' が0だとしたら、つまりこれが0次の式だとしたらどうなるのかっていうことを考えてみると、GX っていうのは、これ関数としてコンスタントになりますよね。で、これ一定になると、この左辺はもちろん同じ値の引き算の絶対値なんで0になります。だけどそれだけじゃなくて、この右辺も B カッコので Y の0乗引く X の0乗、つまり1引く1となって、やっぱりこれも0になっちゃうんです。だから、K' イコール0の場合だけ、どうしてもですね、ここイコールになっちゃうのでイコールつけといたという感じです。ただしさっきの不等式で F の方でイコールついてない場合を証明できたんで、結局ここでもですね、後でなんかイコールがついちゃうみたいなリスクはありません。まあ別についたから大きな問題があるってわけじゃないんですけどね。で、あともう一個の注意点は、実はですね、これ BK' 0じゃないとしていますけども、K' が0で、かつ GX が0っていう場合があるんですね。で、これは、
BK' イコール0になっちゃっているので、今回のこの表現だけだと実はこの定数関数0っていうのは拾い切れていません。まあかといってこの GX イコール0のパターンがとても重要かっていうと別にそうではないんですが、そうは言っても厳密に拾い切れてないものは拾い切れてないので、 GX が定数関数0である場合っていうのは余裕があったら別途答案に書いておくようにしましょう。というわけで正式 GX についての補題を立てることができました。あとはこれの証明をしていきます。さてまずは今回 K' が0の場合があるので、さっきと違ってその場合について考えておきましょう。まずは K' イコール0の時、さっきの FX は NG で N は正の整数だったので1次以上の整式だったんですけども、今回の GX については0次の可能性があります。で、0次の時どうなってるかっていうのを見てみると、これはさっき述べた通りで左辺が同じものの引き算で0で、もって右辺は B という係数はついているものの Y の0乗引く X の0乗で結局0になる。だから左辺も右辺も0なんで、確かにこの不等式は成り立っていますね。まあなので不等式は成り立っているというふうに書いておきましょう。まあ本当のことを言うと、まあこの時点では CB というものを定めていないので、例えば X とか Y が0になるとどうなんだみたいなね、つまり0の0乗とかの話になっちゃうんですけども、まあそういう細かいことはすがに書かなくてもまあなんとかなるでしょう。ということで K' イコール0の時はあまり考えずこれぐらいにしておきます。問題はあくまで K' が正の時なんでね。さてここからが証明の山場です。K' が正の時、つまり GX という整式が1次以上、かつまあ KG 以下の時の場合なんですけども、まずはじゃあさっきと同じようにこの左辺をまあ絶対値記号付きでありますが計算していきましょう。さて GY-GX はどうなるのかっていうと、同じ次数の項をまとめてあげると和の記号の範囲が i イコール0からで、今回は K' になりますね。最高次 K' としてるので。で、これで bi という係数に y の i 乗引く x の i 乗がかかっていると。これの和を取るというわけですね。そして fx の証明の時と同じように、これを最高次とそれ以外に分けたいと思います。最高次というのは係数が b の K' であって、この時の項はもちろん y の K' 乗引く x の K' 乗。で、そして残りがあるわけですね。和の記号を書くと i イコールで0から K'-1、 K' は今1以上なんでこれが負になることはありません。で、あとは bi カッコの y の i 乗引く x の i 乗です。さて、で、絶対値付きだということにも注意して、これをですね、なるべくでかく上から評価したいんですね。そのためにはどうすればいいかっていうと、絶対値の記号をなるべく細かく取っていけばいいですよね。よくある不等式で、例えばある2つの実数 P と Q について P たす Q の絶対値よりも P の絶対値たす Q の絶対値の方がでかいっていうのがあると思いますね。で、数が3つになってもやっぱりこういう式が成り立つんです。ポイントはなるべく細かい単位ユニットで絶対値を取ってあげるということ、そして全部和を取るということですね。その考え方はここでも使えます。さあ、そうするとまずこの一番最初の K' の項なんですけども、じゃあまず BK' だけで一回絶対値記号つけちゃいます。で、あとここ Y の K' 乗引く X の K' 乗なんですけども、今まあy は x より大きいということを前提にしています。さっきと一緒ですね。だから、今こういうふうに x と y を取っている過程で話を進めているんですけど、そうするとこっちは常にでかくなるので、この括弧の中は正です。だからわざわざこれは絶対値記号をつける必要はない。y の k' 乗引く x の k' 乗というふうにしていいわけですね。そしてあと足すことの、あとはこの和ですが、ここでさっきの考え方を使いましょう。すなわち、i を0から k'-1 まで動かして、それぞれの項についてまず bi の絶対値を取ってあげて、あとはどうせここ正なんで絶対値記号はつけなくていいんですけども、 y の i 乗引く x の i 乗と、こういうふうに上から評価することができますね。で、まあ最初は絶対値がついててちょっと面倒くさそうだなと感じたかもしれませんが、ここまで来ちゃえばもう結局係数だけにこの絶対値がついてるわけで、残りはもう全くフリーになってるので、さっきと同じような変形をやっていけば OK です。さあ、具体的にどうなるかってことなんですが、まあ一番最初の項はこれはもう変えようがないですね。さっきと一緒。y の k' 乗引く x の k' 乗。n が k' に変わってるだけです。そしてここはどうなるかっていうと、一回じゃあ和を取る範囲っていうのは変えないでおいて、k' 引く1乗までで bi の絶対値。これもまあ決まってるもんですが、この y の i 乗引く x の i 乗っていうのが、結局 y の k' 乗引く x の k' 乗を x で割ったもの、よしと、こっちの方がこれよりもでかくなる、だからでかく評価できるというわけですね。で、こっからこっちの試験形の理由としては、まあ括弧1の、まあ、途中からこの p というのが xq であるため、先ほどと同じように括弧1番の途中でこういう関係式が分かっていたので、それを使ってこっからこっちに変形しています。この i という指数が k' よりもちっちゃいのがポイントです。和を取る範囲が0から k' 引く1なんで、確かにちっちゃくなってますよね。さあ、ということで、ここからここに変形できて、この k' っていうのは i に依存してない。もう言ってみれば定数みたいなもんなわけです、今は。だから、この式っていうのはまとめてあげると、結局、よしと、
まず B の K' の絶対値というものがあり、でかつ足すことの X 分の1ので残りの項の係数は i イコール0から K' 引く1までの BI 正しい絶対値と、というふうになって残りは何なのかっていうと Y の K' 引く X の K' ということでお目当ての形が近づいてきました。というわけでこの K' 上の差に何か係数みたいなものがついてる。で、係数みたいなものといったのは分母に X が入っちゃってるからですね。なんですけども、さっきと同じように X をでかくしてあげれば、この今自由に取ってきた正の実数 B というものよりもちっちゃくすることができます。で、この部分を B よりもちっちゃくできれば、この式全体で小なり B の、で Y の K' 上引くことの X の K' 上というふうになって、これが示せるというわけなんですね。まあ、ここではイコールついてますけど、これはあくまでこっちの話であって、K' が1以上であれば、これはイコールつかない小なりの B のこれというふうになります。で、これならばこれは言えるので問題ないですね。これならばこれは言えないですけど。さあ、というわけでさっきと同じように証明の続きを書きましょう。こういう式が導かれて、で、まあ、BI、I はいろいろ変わるわけですけども、これは今、多項式 GX というのは与えられているものであって、従ってその係数 BI っていうのは定数です。で、従って今回は、例えば次のように CB を置けば OK です。あるものとあるものの最大値すら何かっていうと、取ってきたラージ B で引くことの一番でかい次数の係数 BK' 分の1の R は、それは何かっていうと、I が0から K' 引く1までの B の I ですね。で、あと一応 X と Y は1よりでかくなきゃいけないということで、コンマ1というのをつけています。こういうふうに取れば、この CB ですね。この CB よりも X が大きくて、そしてそれよりも Y が大きいとき、この、まあ、言ってみれば鍵括弧付きの係数、これっていうのが、まんま移すとこういう形だったわけですが、これっていうのが上から評価できる。何で評価できるのかっていうと、BK' の絶対値は変わらず、この CB が X の、まあ、下限というか、許される一番下の値なので、さっき分母にあった、これが、分子に来て分母に来るのはさっき考えた i が0から k' 引く1ですねの bi と。で、かけることのもともとここにこの bi の和があったので、また同じように i が0から k' 引く1までの bi というものがあって、これは打ち消しあって、これ足し算するときれいにぴったり b になってくれるというわけですね。だから結局ちゃんとこの一番下の値 CB っていうのを底上げしてあげれば、結果としてこの鍵括弧付きの係数、これが B よりもちっちゃくなってくれるというわけなんです。ここでもちろんぴったりイコール B になったのは偶然ではなくて、そうなるようにこの CB の値を具体的に与えたわけです。ね。で、もちろんこうやって与えられる CB よりもでかい分には問題ありません。だから、あんまりね、こう数学的に綺麗かどうかさておき、まあ安心材料としてこれに例えば1足しておくとか、そういったやり方をしても別におかしいことにはならないわけですね。まあとにかく結局ここが B よりちっちゃくなれる。だから最終的にこの式で小なり B の Y の K' 上引く X の K' 上、つまりこの形っていうのが言えるので、この補題の2が証明されたということになるわけです。まあここら辺は細かく書こうと思えばいくらでも長くなっちゃいますし、そうでなくても多分この動画もすでに超長いと思うので、一回これでまあ証明は終わったことにしたいと思います。というわけで以上が補題の2の証明でした。結局 FX と同じように GX についてもある程度 X と Y が大きければこの K' 上一番でかい次数の項の何とか倍というふうに全部その項の定数倍で押し込むことができる。その結果が B 倍です。ね、その他の項の影響っていうのはもう大したことないということになるわけです。ただし、大したことないっていうのを、まあ感覚的に言うのは簡単だけども、ちゃんと証明するのが大変だということで、まあこういった長い手順を踏んできたわけですね。まあただ FX の証明を見た後であれば、結構その気持ちはわかると思います。なんかそのなんとなく言えることでも、ちゃんとですね、X と Y はこれより大きくなきゃいけないんだよっていうふうに具体的に、その、まあ一番下の超えるべきラインっていうのを提示してあげる。これがとても重要なんですね。まあよくね、例えば大学の教養レベルの数学でやる、例えば連続性の証明とかでも、あるイプシロンっていうその超えちゃいけないラインっていうのを与えられた時に、それに対して X とのズレがこれ以下であればいいよっていうデルタの値を具体的に与えてあげるという操作が求められたりします。まあ今のあくまで補足でしたが、とにかくこうやって補題が証明できました。あとは、補題の1と補題の2を合わせてですね、結局、括弧2番の多項式バージョンにおいても、括弧1と同じような不等式が使えるんだよってことをちゃんと記述していきます。さて、これまで何を証明してきたかっていうと、今まとめとしては、あるまあ CA という正次数があって、まあ今これはね、自分で取ってきた A というものによるわけなんですけども、それよりも X が大きくて、さらにそれよりも Y が大きければ、結局、F の Y、引くことの F の X
この差っていうものがこの A 倍の Y の N 乗引く X の N 乗で抑えられるよと、これをまあ頑張って証明したわけです。そして G についてもほとんど同様です。 CB という正の実数があって、まあこれは自分で与えたわけですが、こういう関係式が成り立っているのであれば、まあ、絶対値付きではあるものの G の Y 引く G の X というものの絶対値、これは上から今度 B 倍の Y の K' 乗引く X の K' 乗というもので抑えられていたというわけですね。で、この K' っていうのは、正式 GX の最大の実数です。で、今はまあ厳密にはまあ K' が0の時もあるので、一応ここでもイコールつけておきましょうか。まあとにかく、こういった2つの不等式は成り立っている。で、まあこれらを元にして、次のようなことを考えます。結局ですね、FY-FX 分の GY-GX を評価するためには、この2つの不等式をどっちも使わなきゃいけません。で、前提条件として、だからこれもこれも満たしていなければいけないわけですね。そこで、まあこれとこれのでかい方を超えている必要があるということで、さらにこれら2つのうちでかい方を C の AB というふうにしましょう。まあ合わせてるので AB と書いてる程度です。まあ、とすると、上で示した2つの式は使えます。まあ今これらはあくまで結果のメモみたいなもんで、補題の1と補題の2を使うわけですね。2つの補題から C の AB、でかい方よりも X がでかくて、さらにそれよりも Y がでかいならば、結局これまで散々ですね、出てきた、そして考えてきた、F の Y 引く F の X。分の G の Y 引く G の X、 これっていうのは、まあ、絶対値全体でついていますけども、そもそもまあこれは正であって、でかつこれは絶対値がついてるからそのまま使うことができて、結局こういう評価ができるわけです。で、今 A と B っていう係数は邪魔なので一回外に出しておきましょう。結局 A 分の B かけることので、分子にあるのが K' 乗の差、一方分母にあるのは N 乗の差という風になります。さあ、ここまで来てそもそも何をしたかったからこんな面倒くさい補題を証明してきたのかっていうと、この形 N 乗の差分の K' 乗の差っていうのがまさに括弧1番で示した式だったわけです。だから括弧1番の結果を使うことができるんですね。で、この括弧1番の結果を使いたいからこそ、多項式だけども結局こういう評価ができるよねっていうのを無理やり頑張って示してきたわけですね。だからなんでここで括弧1が使えるのっていうんじゃなくて、むしろ括弧1を使えるように頑張ってここまで補題を立てて証明等をしてきたということになります。ようやくだからここで努力が実るわけですね。さあ、括弧1番を使うとどうなるかっていうと、Y の K' 乗を引くことの X の K' 乗オーバー Y の N 乗を引く X の N 乗というものが X 分の1で抑えられると。で、一応括弧1番が使える理由をちゃんと述べておくと、 K' っていうのが N よりちっちゃいからということになりますね。で、結局これとこれを合わせることによりどういう式が成り立つかっていうと、これまで散々考えてきた F の Y 引くことの F の X 分のよしと GY引く G の X、 この絶対値っていうのが A 分の B という係数が残念ながらついていて消せていないので残ってしまうものの、 X 分の1の定数倍で上から抑えられるということになります。ということで、欲しくてたまらなかった式がようやく出てきたわけですね。ただしここで1個注意点というか問題があって、括弧2番の最初で示した証明の方針でですね、例えば FX を X2 乗というふうにして、 FX が整数になる X0 の例としてルート2とルート3というものを挙げて、そうすると X としてルート2、Y としてルート3というのを代入することによって G のルート3引くことの G のルート2オーバー F のルート3引くことの F のルート2、この絶対値っていうのが X 分の1すなわちルート2分の1よりちっちゃくなるよね。そして F のルート3引く F のルート2っていうのが3引く2で1であるから、まあこれは分母はないようなものだと思って、結局分子の G のルート3引くことの G のルート2、これの絶対値がルート2分の1よりちっちゃくなる。で、仮定からこれっていうのは整数であって、これっていうのも整数であって、整数同士の差が1よりちっちゃいわけだから、結局 G のルート3イコール G のルート2であるというふうに言えるねって話をしました。で、この形から同じような議論をやっていくんですけども、今ここで A 分の B っていう係数があります。 A と B っていうのはどういう条件だったかっていうと、最高時の係数よりはちっちゃい正の実数という形で、まあいろいろ取っていたわけですね。で、この A と B っていうのは任意なので、取り方によってはここの A 分の B っていうのが1を超えちゃうことがあります。あるいはそもそも AN と BK' の値によって絶対に1を超えちゃうこともありますよね。で、今もしですね、 A 分の B っていうのがじゃあ例えば2だとしたら、これが2っていう値だとしましょう。例えばそしたらこの不等式のこの右辺っていうのはルート2分の1じゃなくて、まあ逆にルート2になっちゃうんです。
で、2つの関数の値の差がルート2よりちっちゃいというふうになっちゃうんですけど、このルート2っていうのがもう1より大きいので、もしかしたら G のルート3と G のルート2っていうのは等しい値じゃなくて1違いになっちゃうかもしれませんよね。なので、ここ右辺の値が1よりでかくなっちゃうリスクがある以上ですね、ちょっとこの a 分の b っていう係数に注意して、以下 x の値として適切なものを代入していかなきゃいけないわけです。より具体的には x がただ1より大きければいいわけじゃなくて、この a 分の b っていうのを加味してもなお、この右辺全体が1以下になるようにしたいというわけなんです。そこだけ注意しましょう。今述べたこの a 分の b が1以上の値になっちゃう時の、まあ、注意事項、これも考えて本当に万全を期してですね、ここで、まあ、この a 分の b、まあ、この値に応じてさっきのこれよりは大きければいいよっていう値、この c の ab をさらに更新します。新しい値を c の ab なしとします。で、まあ、これはもちろん c の ab 以上である必要はあるわけなんですが、それに加えてこの式 a 分の b かける x 分の1というものが、これが1以下になってなきゃいけないわけですから、まあ、分母を取っ払って x っていうのはなんだ、a 分の b 以上ということになりますね。なので c の ab だけじゃなくて a 分の b 以上である必要があるということで、これも加えて更新しておきます。もちろんたまたま c の ab と一緒になるというか変える必要がない可能性もありますけども、さっき述べた通りここが1以上になっちゃうリスクを回避するためにもう万全を期してこれも加えているというわけですね。まあ、あの万全を期してという言い方をしましたけども、 a と b の値の選択の仕方によっては実際これが1より大きくなっちゃう可能性、1以上になっちゃう可能性っていうのがあるので、記述には必ず盛り込んでおきたいところです。で、ここまでやってようやく、この C の AB' 更新した値よりも X がでかくて、さらにそれよりも Y がでかいならば、まあ、ここまでね、散々大変な思いをしてきましたが、ここまで本当に根節丁寧に議論をしてきたおかげで、この多項式の差に関する比ですね、これっていうのが、まあ、もともと A 分の B かける X 分の1よりはちっちゃかったわけですけども、これっていうのが1よりちっちゃいということも言えるわけですね。まあ厳密には1以下であればいいんですけど、まあ細かいところはいいです。さあ、ということで、とても大事な事実、この C の AB' というものよりも X がでかい、それよりも Y がでかいならば、この式、つまりこの比の絶対値というものが1よりちっちゃいというのが成り立つという、とても大事な性質が得られました。あとはもうこれを使っていよいよフィナーレです。まあこれ星マークとでもしておきましょうか。というわけで論章の最後に行きます。さあ、この星マークを使ってこれまで散々述べてきたルート2とルート3がどうのこうのみたいな話を一般的に書いていきます。さあ、今 fx の最高次の係数 an っていうのは正というふうに仮定しました。過去2番の一番最初のこの仮定がここで生きてきます。まあ生きてきますというか、正にしておくことでちょっと便利になるんですね。例えばですね、 fx は最高次の係数が正なので、例えばじゃあ3次関数だとしたら x3 乗で引くことの、じゃあ例えば 3x とかこんな感じの関数なわけです。で、そうすると例えばこの関数のグラフっていうのはまあこんな感じになって原点対象になるんですけども、まあそういった細かいことを置いといてですね、で今言いたいこと、大事なことは何なのかっていうと、x の値、今これ横が x 軸なわけですが、 x の値がでかくなれば、十分にでかくなれば、必ずあるところから先をちょん切ると絶対に単調増加になってるんです。もちろん全ての係数が正なんて仮定はしていないので、もしかしたらある x の範囲では単調増加じゃないかもしれない。実際ここで挙げた例っていうのは最高次の係数、今で言うと a の n イコール a の3イコール1なわけですけども、正であるものの一部のところでは単調増加になっていませんよね。だけれども十分 x が大きくなれば、そっから先っていうのは単調増加になっていると言えます。実際だってここから先はどんどんでかくなる一方ですよね。まあこれについてはまあ本当は証明必要なのかもしれませんが、ほとんど明らか、少なくともさっきの補題 1,2 よりは明らかなので、これは証明いらないでしょう。求められていたのはさっきの補題 1,2 の証明がでかいと思います。で、 x が十分でかくなれば、一番でかい項 n 字の項以外の影響っていうのはどうでもよくなる。どうでもよくなるの意味は、例えば一番でかい項を1としたら、残りの項の影響を 0.01 1% 未満にしなさいと言われた時に、仮にそれが 1% 未満とか、あるいはさらにちっちゃい 0.1% 未満とか、どんなに厳しい値だったとしても、十分に大きい x の範囲、例えば x が1億より大きいとか、そういう範囲であれば、その指定された厳しいラインを超えてというか、まあ下回って他の項の影響をちっちゃくすることができるということを意味しています。まあ、とにかく最高次の係数が正であるということから、十分ですね、 x の値がでかくなれば、そこから先はもう単調増加であるということが言えて、で、単調増加だったら何なのかっていうと、例えばじゃあ f の x のどうしようかな、1万というものがあって、この f の x1 万っていうのは値が1万になりますよと、こうなるようなこれが存在する。あるいは別に x が1増えようがそんなことは関係なくて、f の x1 万1というのが1万1となる。このような x の1万1というのもあるだろうし、x のもちろんその次1万2というものも、おそらく条件を満たすようなものがあるだろうと言えるんです。で、しかもあるところから先単調増加だって言ってるので、この x1 万、x1 万1、x1 万2について、
X の1万よりも X の1万1の方がでかいし、 X の1万1よりも X の1万2の方がでかいしということが言えるでしょうということなんです。で、こういった X のなんとかなんとか、もちろん1万じゃなくても1000で十分だったら1000でもいいし、100で十分だったら100でもいいんですけど、とにかく1個ずつ増えていって F の値が1ずつ違うような X の値の組を持ってきて、それを X とか Y に代入してあげれば、 G の差っていうものが整数同士の差なのに1よりちっちゃいよねってことが言えるでしょうってわけなんです。で、まあ本当のことを言うと、そういった X とか Y っていうのは C の AB' よりもでかくなきゃいけないんだけども、ただあるところから先はずっと単調増加で、まあもちろん連続関数だっていう前提もあるわけなんですけど、なので結局こういう X のなんとかっていうのはどん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 続いていくわけです。何も1万じゃなくても2万3万でもいいし、1億でもいいし、1兆でもいいし、とにかくずっとある。だから気長に待ったですね、この C の AB' よりもでかくて、かつずっと単調増加であるような範囲内でのんびり連続するような X のなんとか、 X のなんとか足す1っていうのを順々に選んでいって代入してあげて、で以下さっきと同じような論理を展開していけばいいですよねっていうわけです。で、代入してあげて、括弧2番の最初で述べたようなルート2、ルート3、ルート4、ルート5とか、そういった論証をしてあげればいいというわけです。さあ、いつものお癖で話が長くなっちゃったので、記述の続きを書いていきましょう。最高値の係数が正としているので、十分に大きな、まあ、ある X のどうしようかな。まあ、X のプラスとでもしましょうか。この X プラスについて、X がこの X プラスより大きいならば、まあ、この F の X というものは、この X プラスについて、X というものは、X プラスより大きいと、こういう区間において、ここに限定すると F の X というものは競技単調増加になるわけです。ということは、まあ、さっきの X の1万がどうのこうのみたいな話が続くわけなんですけども、十分に大きな整数 N というものを用意して、まあ、この十分に大きなっていうのが競技単調のエリアに入るぐらい十分に大きなって話なんですが、十分に大きな整数 large N に対して C の AB' よりはでかい、そして X の N というものがあって、 X の N たす1がそれより大きいんだけど、そういうもの、これを満たすような XN という実数、そして X の N たす1という実数が存在し、この XN と XN たす1っていうのは何を満たすものなのかっていうと、 F の XN、 これが N という値になって、F の X の N たす1というもの、これが N たす1になると、こうなるような X の N と X の N たす1っていうものがあるわけですね。さっきで言う X の1万とか X の1万1とか、そういった話をしています。まあ、ちなみにここからここまでの議論で明確に書いてありませんが、ポイントとして関数 FX っていうのは、まあ正式なので FX が連続であるということを前提にしています。連続だからこそこうなるような XN、XN たす1っていうのが必ず存在するわけですね。まあ、さらに言うと、X をプラスの無限大にしたときに、FX っていうものがプラスの無限大になってくれるよっていうのも条件として必要です。まあ、なんでかっていうと、単調増加なだけだと、例えばすごく極端な話ですけど、Y イコール FX のグラフを書いたときに、例えば FX っていうのが0と1の間をすごくのんびり伸びていって前進していくみたいな、こういう関数になっちゃったとしたら、もう別に整数になりようがないですよね。だってずっと間なんですもんね。まあもちろん正式でこんなことはないんだけども、自明でない以上ですね、ちゃんとこういったことは言及すべきです。まあなので、あれですかね、答案に余裕があったらですね、こんなことも書いておくといいのかなというふうに思います。まあこの二つは実は必要ですね。さあ、ここまでで、まあ長い長い壮大な下準備が終わって、いよいよこれを使っていきます。さあ、左上の式で、X を XN、Y を XN たす1というふうにすると、まずまんま式を書き下すと、 G の X の N たす1引くことの G の X の N、 これが分子であって、分母は F の X の N たす1引くことの F の XN というふうになっていて、この絶対値というものが結局 A 分の B の XN 分の1よりちっちゃいんですが、まあその間はすっ飛ばして1よりちっちゃいというふうにしちゃいましょう。まあ結局ここは使わないんでね、1よりちっちゃいっていうのが大事なんで。で、結局この式が成り立つということが言えます。で、あとは、括弧2の最初でやった議論を一般的にやっていくだけです。ここっていうのが、もちろん、xn たす1のまあ定義というか、から n たす1というふうになって、ここっていうのはもちろん、イコール n になるわけですね。したがって、まあ一応それちゃんと記述で書いておくと、f の xn たす1イコール、large n たす1であり、f の x large n というものが large n と。したがって、ここから、G の XN たす1というもの引くことの G の XN、 これが1よりちっちゃいということがわかります。だから何なのかっていうと、結局仮定から、まあ問題の仮定から FX が整数となるような全ての X に対して G の対応するものも整数なので、 G の XN というのはもちろん整数であって、そして G の
xn たす1というものも整数なんです。どっちも整数であって、その差が1よりちっちゃいわけですから、まあここまで丁寧に書く必要は別にないと思いますけども、整数同士の差が1未満ということから、 g の xn というものと g の xn たす1は等しいということがわかります。大事なのはこれですね。この結論が得られたということ、これがでかいんです。で、こうなるような整数 large n っていうのはいくらでも取れるわけです。ただし、いくらでも取れるっつっても、とびとびの整数を適当に選べばいいというわけではありません。大事なのは、このラージ n を1個ずつでかくしていけるってことなんです。というのも、例えば、ある2つの整数について、例えば G の、じゃあ X の100イコール G の X の101というものが成り立ったとしましょう。で、また、別の式で G の X の、じゃあ例えば200イコール G の X の201というものが言えたとします。でも、これらだけでは、まあ、これらはね、それぞれ何か等しいある整数だということはわかるわけなんですけども、じゃあ、これとこれが等しいのはなんでっていうことに答えられてないわけですね。結局実はこれとこれの間にはラージ n っていうのは1個ずつでかくしていいわけですから、 g の x の101イコール g の x の102だとか、あるいは g の x の102イコール g の x の103だとか、どん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 続く式があって、で最後に g の x の199イコール g の x の200というものがあるからこそ、これらとこれとこれを全部合わせて少なくとも100から201までは全部一緒だよねということが言えて、でもちろんこの後ずっと続いていくので、あるところから先の G のなんとかっていうのは全部同じ整数値だよねということが言えるわけなんです。なので最後だから気を抜きがちなんですけど、この式っていうのは N を1個ずつずらしていっても同じことが言えるよねっていうのが大事なんですね。このようなこのようなっていうのは、こういうふうな式が成り立つ N というものは1ずついくらでも大きくすることができて、で結局それらの N に対応する X 全てについてg の値っていうのは等しくなるわけです。まあただそれは無限に用意してもいいんですけど、今 g っていうのは kg 以下というふうにしているので、どうしようかな。まあ少なくとも k たす1個の、まあ x なんとかというもの、まあもちろんこれっていうのはね、large n、n たす1、n たす2、点々点とずっと続いていくわけなんですけども、少なくとも k たす1個のその x なんとかというものについて、結局 g の x なんとかというものが、まあある整数 m とでもしましょう。という式が成り立つわけですね。で、なんで今いきなり k たす1個っていう個数を書いたのかっていうと、例えばですね、gx というもの、これを、まあ2次以下だとしましょう。2次関数か、1次関数か、0次関数。で、異なる3つの x、x1、x2、x3 について g の値が等しくなったとします。この時 gx はどういう関数なのかっていうのを考えてみましょう。例えば g が2次関数だとしたら、異なる3つの点で同じ値って取れないですよね。せいぜい2箇所です。G が1次関数、1次の係数が0じゃない場合は、言ってみればまあ傾きが0じゃない直線なわけですけども、異なる3つの点で同じ値は取れません。というかそもそも異なる2個の点でも同じ値は取れませんね。とすると、GX っていうのは残されたものは定数関数だけっていうふうになります。こんな感じで、次数足す1個の相異なるもので、同じ値を取るっていうことが言えたとしたら、もうこの G っていうのは定数関数じゃなきゃいけなくなるということがわかるんですね。まあこれについては認めてしまっていいと思います。それの証明が求められている大問ではないように感じますね。証明するならどうするんだって話はもちろんありますし。まあ一応ですね、大数学の基本定理を持ち出して、GX イコール M っていう、まあ、方程式を立てたときに、今 GX っていうのは KG 以下なので、この GX イコール M っていう方程式はたかだか K 個の解しか持たない。だけども、今、解が K たす1個はある。というか、むしろ無限に取れると言ってるわけですから、定数関数しかないよね。というふうな結論の出し方も一応あるにはあります。ただまあ別にそこまで形式ばって書く必要はないかな。まあとにかく、K たす1個の相異なる X について、同じある M という整数値を取るということから、結局どんな X であっても、つまり、この持ってきた K たす1個以外の X についても、必ず GX イコール M となる。だから、GX っていうのは定数関数であり、それは整数値を取るよねということが言えると。ということで、これはまさに過去2番で問われていることになっていますよね。ということで、ここまで来てとても長かったですが、ようやく言いたいことが証明できたということになります。常に GX イコール M。で、まあ一応改めて強調していくと、この M は整数ということで、代が従うわけですね。これで証明完了ということになります。これでグランドフィナーレです。はい、ということで長かったですが、過去2番でした。過去2番の最後でやったこととしては、この頑張って示したこれですね。つまり、過去1番の不等式の多項式バージョンを使うんですけども、an、つまり最高次の係数が正であったから、十分に大きな x プラス、つまりまあ、どっかあるところから先は単調動化になってるでしょというわけなんです。an、最高次の係数が正だったので、ある程度から先っていうのは単調動化になるでしょというわけなんです。で、今ここね、まあ、接続を省略していましたが、まあ、
点点点。まあ、従って、十分に大きな整数ラージ N というものに対して、今、F の XN がラージ N、F の XN 足す1っていうのがラージ N 足す1となるような、そして C の AB' よりもでかい2つの実数というものが取れるわけです。ただしその背景には連続関数かつ、いつかまあプラス無限大になるよっていうものもあるわけですね。まあこれらについてはぜひ書いておきたいところです。で、その XN と XN 足す1をこの星マークの式に代入するとこうなって、分母は差が1なので結局無視して、G 同士の差の絶対値が1より小さいとなるわけですが、仮定からこれとこれはどっちも整数で、その整数同士の差が1より小さいって言ってるわけですから、どっちも等しいよね。より正確に言うとどっちも等しい整数だよねということが言えるわけですね。で、このラージ N っていうのを1個ずつ増やしていって、そのこの式をたくさん連立していくと、結局2の x なんとか、まあ、x1 万 x1 万 1 x1 万 2…… というものに対して g の x っていうのは同じ整数値を取る、まあ、それを m と書いてるわけなんですけど、でそういう x なんとかっていうのはいくらでも取れるわけですが、特に k たす1個、まあ、k たす1個より大きい分にはいいんですけど、そのような k たす1個以上の x なんとかについて gx イコール m っていうのが成り立つわけですから、結局 g は高々 k 字だったのにこうなってるということは、常に GX イコール M が成り立っているよねということで、整数値の定数関数であるということが言えたというわけですね。とても長い道のりでしたが、最後までね、ちゃんと論理の流れを理解できた人は、素晴らしいと思います。まあ、特に補題の証明とかね、あのあたりはかなりきつかったと思いますけども、ああいう論証っていうのは大学の、教養レベルのですね、連続性とか、そこら辺の話で必ず使うので、自分でできるようにしとくといいかもしれませんね。ということで以上が京大特色入試2020年度の第3問の解説でした。整式に関する2つの証明問題であって、次数の差っていうものがやがて x がでかくなるとオーダーの差になって、でそれを利用して fx が整数になるような全ての x で gx が整数になるならば、もはやそれは gx が潰されて定数関数になっちゃうねということを証明しました。まあ一見当たり前の性質であっても、大真面目に証明しようとすると時には結構大変になるということが分かったと思います。まあ皆さんね、高校の数学の教科書に載ってるような一見当たり前の事実であっても、証明しようとすると実は結構大変っていうものは他にもあるかもしれないので、よかったら自分で考えてみてください。まあ、あの入試問題からね、無理やりメッセージを汲み取るっていうのはあまり僕は好きではないんですが、ただまあその例えば教科書とか参考書に載ってる公式性質の類を全部が全部当たり前だと思わずに、あれこれって証明しようとするとどうなるんだろう、何が必要なんだろうっていうのを考えてみると、数学の勉強がもっと楽しくなるかもしれません。まあ今回のこの第3問は2020年度の4問セットの中では一番大変、あるいは2番目に大変だったと思います。まあこれを完答できた人はいるのかな、まあいて多分数人だと思います。まあそれぐらいとんでもなく難しい問題だったわけですけども、そしてまたこの動画もきっとですね、1時間とかそういったレベルの長さになっちゃってると思いますけども、今回のこの長い解説を通じてですね、当たり前のことを証明する大変さだとか、あるいはそのあるなんとかが存在してとか、そういったものの言い方、そこら辺の勉強になったのであれば幸いです。まあ大学のね、教養レベル以降の数学の要素もちょっと入ってはいるわけですが、興味があったら自分でもですね、また一回、考えてみてはいかがでしょうか。ということで、今回の解説は以上です。次はですね、2020年度特色入試の第4問の解説をしていきます。ということで、今回長い動画でしたけども、本当にご視聴ありがとうございました。